はい、どうも。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 しこです。さあ、やっていきましょう。ベースカルキャリア、4回目、ちょっと久々になってしまったんですけど、やっていこうと思います。サンダーランドキャリアの方が、ちょっとハマっちゃってまして、こっちおろそかになってますが、まあ、こっちもちょっと、溜め撮りでやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。次は何だっけ、スポルティングロケレンズ戦かな。まあ、プレシーズントーナメントなんですが、一応セミファイナルに進出しましたんで、頑張ってですね、優勝ここまで来たら狙って、賞金もらって帰ろうかなと思います。あのね、前回ね、なんか選手名間違いまくってたんだよね。そう、バイベックでこの選手ね、すげえ間違ってましたけど、バイベックかなりいいです。なんかコメント欄でもいいですよっていうコメントをいただいて、使ってみてかなり良かったので、ちょっと重宝していきたいなと思います。まあ、これとりあえずいいか。 初年度はこの褒めでいってみましょうかね、とりあえずは。そこの選手使いたいんですよね。カプラーリはすごい速いですね。フラーリやばいっすね。まあ、いいでしょう、とりあえず。まあ、このキャリアモードは、若手とベテランの融合を目標としてますんで、冬の移籍では多分、ベテランも補強しつつも、まあ、ちょうどいい選手というか、これからの選手も取っていこうかなと思ってますんで。ちょっとね、イタリアのやっぱりおっさんが、やっぱり、おっさんって言ったら悪いですけど、おっさんがね、若者にはまだまだ負けねえぞっていうところを見せるっていうのが、そのセリエ A のいいところなのかなと思うんで、今そういうのをちょっ日はヨーロピアン・インターナと目指ショナしていきルたいカッなプのと準決勝で思いす。ます。福西さん、なので、キャリついアにモーベドスト内4の試で、合でまあ、す年を取っね。ていく選手もいると思うんで、ここまでまあ、勝ち今進ん若でくてきも、ただけあっね、て、3、4ど年ち経らっもたいいら、チームでベテすランね。の域に入っている相選手手のもいる出んし合いで、に期待そういうできそう選で手す。もちゃんと抑こえのていき試な合、がらですね、新加入の選手がついに出場を果た頑し張っます。て福西チさん、ームまとめ移ていき籍たい市なと場思でうん獲ですけ得ど、したフォワードの選やっ手でぱすりなんね。か、あれですよチーね、ムの期待ベも大テきいランはがずで決めす。ると胸が熱くなりねえ、ますよね。チームの新たな得点源となって、期待に応えたいですね。なので、ちょっとそういうところを皆さんとこ分ちかっらちが合っていき先たい発なメンとバーです。思っ4-3-3てのおりフォーまメーションす。です。3人のフォワードよ。をセンター寄りに置いています。勝ち越し来るか。う止めわ。た。ボールが転がる。ロケレンってどのチームなんでしょうか。あれかな？ポルトガルかな？なま った。ポルトガルだって。ポルトガル？ボスールをポルティ運びングってゴー大ルに体襲いそうかかりいう、まそっす。ちの方の、チャンススペインをうとかかがっさ、あていっまちす。の方の。いやー、ゴマールジキックか。になります。宇宙開発。ポルトガル、スペイン圏のなんかあの辺の、言い回しじゃないの？スポルティングって、ブラジルとか、なんかヒスパニックというコーか、ナーでリスタート。 スパニッシュ圏の人々の、ポルト頭ガでルとス合わせペインる。語は違うと思うんですけど、そうな、相変わらず難しいからな。今度はボールを変えてきますでしこれょうショか。ートでいきましょう。キーパーがどう処理しなんでますしかた。ね、1日じゃねえや、まあ、動画は1日1本と言いますか、まあ、毎日上げれてないんで、1日1本っていうのもあれですけど、まあ、1本上げようかなと、危1険な日位置に。です。なんで緊すけ張ど、感が増してま試合す。はどうなんですかね、1試合ごシとュだートに行けんじとゃ。大変なことになると思うんですよね、多分、パート数が。ゴールキックなへとの変わりで、ま何す。試合かを、例えばもう2試合だったら2試合、垂れ流した方がいいのか、それとも今まこれまで通りサというイドか、へ1振る。試合ずつやるか。編集僕苦手なんで、いい形でゴール前まで持ってきました。まあ、正直、まあ、編集してあげてるっていうか、まあ、これくっつけてるだけなんで、クリップ今のところくっつけてるっていうか、このいや、パくっスはつけダメてですらいか。ないな。通りません。シェアファクトリーで
クリップの音量を上げてそのままアップロードしてるだけなんで、ろくに編集とかもしてないんですよね。どうしようかなと思ってまして。スタジアムのテンションが上がります。入るか、キャッチします。どうなんでしょうか。カットカットすんのもなんかね、めんどっちいんですよね。めんどっちいし苦手なんですよね。なんで、まあ、複数試合入れるとなるとどうすればいいんだろうな。2試合ごとで、行ってもいいかもしれない。とりあえずこの、なんすか、さあどうしますか。今溜め撮りしている段階では多分1本、試合1試合ずつ上がると思うんですけど、もうちょっと皆さんコメント欄でぜひ聞かせてください。どっちがいいか。2試合いっぺんにまとめて、2試合ずつ、1本の動画に2試合ずつやるか、それとも今まで通り1本ずつ試合やってやめるか、どっちがいいですかね。まあ、まあ正直言って何ですかね、垂れ流してもね、まあ飛ばしてみ見てくれれば全然済む話なんですよね。編集しなくても。なんかちょっと飛ばして、あ、1点入ってる、あれ得点シーンどこだっつって僕よくやるんですけど、ここ巻き戻したりで、動画の途中でなんかだれてくると、これ点、結局点入ったのかなと思ってちょっと前に行って得点動いてたら、あれどの辺で点入ったんだろう、巻き戻そうみたいな感じで自分の中でダイジェストみたいな感じなんで、セルフダイジェストみたいになってるんで、基本他の人の動画を見るときは。まあ正直僕他の人の FIFA の動画とか見ないんですけど、あんまりあんまし見ないんでね。いいよ、シュー、おい、いいじゃないですか。全然ゲームの話してないよね。全然ゲームの話してない。来た、ここでシュート、いやー惜しい、打ってきましたが大きく外れてしまっています。6本打ってます。よく抑えました。ボールをしっかりキープ。まずいね、危ない。能力低くて助かったかな、これは。狙いは良かったですよ。ディフェンダーはラッキーでしたね。まあ、あとサンダーランドでも考えてるんですけど、ある程度タイトル取ったら多分チーム移るんじゃないかなと思うんで、その辺も一応考慮いただければと思います。メイエンとテスカーラでやるとは限らないんで、その辺はよろしくお願いします。多分急になんか急に題名変わってるかもしれないけど、その場合はどうしたらいいんでしょうか。そのままパート1から始めるのかな。あっとこぼれた、タックルが決まりましたがスローインです。やばいね、じっくりと出しどころを探します。呼びで、コーナーでリスタート。ヘッドできた、ヘディングを止めた。今ので入りませんか。キーパーを褒めるしかありません。あ、出るのか。いいとこ蹴ったかなと思ったよね。なんかこの監督セードルフみたいですね。ここはタッチに逃れます。セードルフっぽいよね。お、抜け出した。いやー惜しい。うまく前に出ました。結構いいんですけどね。いやー勝ったよ。ヘッドで渡します。結構悪くないんですが。さあスタジアムのテンションが上がります。それは無茶。前半終了。6本打ってまだ決まってません。後半開始です。そろそろ決めたい。
前半同様熱い戦いを期待します。いいよ、クリスタンティーよ。ボールを運び、ゴールに。ああ、ちょっといらないです。出し遅れたのよ。いや、これいいぞ。これいいぞ。あ、体操あれ。チャンスを伺っています。中央がっぽい空いてる。走っています。ああ、マジか。ここで前触んないのか。主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。でもこのメンツだったら、なんか3トップとかでも、ああ、怪我しちゃった。3トップとかでも面白そうですけどね。どうなんだろう、サイドアタッカーが多い印象があるんで。CF の選手も多分、適性ついてんじゃないかな。カプラーリあたり多分、ウィングもできると思うんで、あのスピードを持ってすれば。危険な位置です。ちょっとだから3トップも視野に入れつつやっていこうかなと思いますね。キーパー弾く、チャンスと思った瞬間のオフサイド、これは惜しい。選手の交代を準備しているようです。レフェリーの笛を待ちます。少しリズムを変えたいのかもしれませんね。結構なんか最近あれなのかな、なんか検索、YouTube で検索が出るとキャリモ実況が多い印象があるんですが、みんなやってみる。これは来た。ああだが。ガッチリキャッチです。ゴンサロ・イグアインですが、ユベントスへの移籍が決まりました。でもなんか某ナポリです。某有名実況者みたいな、なんか、某っていうね。今後が楽しみです。なんか、いろんな実況者みたく、コメントが常に来るような、実況者を目指していきたいんですけどね。まだまだですね。まあ、生放送の方では結構皆さんコメントくれるんで、非常に嬉しいです。でもまあ、こういう、惜しいシュートでした。こういう動画でも、一本動画でもコメントがつくような人になりたいですね。憧れですね。よいしょ、ナイボー、いいね。サイドサイドなんだよな、さっきからな。中央硬えよ、中央が硬い。上げてみよう。いやー、ダメか。ここで選手交代があるようです。で引き分けたら延長になるんですよ。ここバイベック入れますか。この選手が今一番調子いいわ。エスカーランなので。若いはず、確か。確か 若かったはず。いや、なんかこいつと、なんか僕の、考えではですね、やっぱクアリアレルラあたりと組ましてみたいとか、クアリアレルラでも取れっかな。かベテラン安い代わりに給料が高いんで、あとまあ引退宣言されてたら終わりなんですけど、さあどう組み立てるか。クアリアレルラ好きなんでね、あんまり見たいですね。緊張感が増してきます。トーニーはもう引退しちゃったから、サブの選手を用意しているないし、交代ですか。あと誰だ。何か指示が出ているかもしれません。ねえ、役員たもないし。狙っていった。うわあ、ね、ちょっと相手のチャンスで。足が鋭い。カットします。で誰さ、ベテランフォワード。カンナバールいればな。絶対使ってるわ。パオロ取るから、パオロ。あの弟だっけ。どこへ出すのでしょうか。サスオロだよね、確か。これはどうなりますか。なんかドイツワールドカップあたりのイタリアが好きですね。今日の試合、あのなんかなんだろう、ことごとくチャンスを作っています。すごいメンツが揃ってるし、なんかみんな個性的ですよね。いい形でゴール前まで持ってきました。いやー、軽いな。ちょっと、
こ、うわー、ファールか。PK でないな、危ねえ。これでも決めてきそうな雰囲気あるよ。クリア、OK。クロスボールを処理しました。ここは我慢、取れんか、取れねえ。ああ取った、ファールか、変えます。ちょっときついぞこれ、 PK になるぞ、 PK じゃねえ、延長になるぞ。ベナーリ入れます。ムリッチなんか前回は良かったんですけどね。アクイラインに入れます。アクイラインもちょっとスタミナに難があるんで、使い方をちょっと考えていこうかなと。スローインとなります。ボールを運びゴールに襲いかかります。味方を走らせる、決まるか。おお、マジか。やられたんですけど。あ、そんなパフォーあるんだね。危ないよ。うわ、やられた。マジか。嘘やろ。嘘やろ、おい。マジでか。試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね。負けるんじゃいこれ。厳しいと思いますよ。ファール。ファールを取られました。この位置でフリーキックです。うわー、マジで厳しいんですけど。狙うか、ね、狙ってみよう。絶対入んねえよ。いや、むずくない今回、なんかフリーキック。難しいんだけど、ちょっと蹴っただけで吹かすんですけど、コツ教えてください。ぜひぜひコツ教えてほしい。ほんとわかんねえわ。おお、やったー。追いついたぞ。危ねえ。いいっすね、ベナーリー。なんとか追いつきましたね。ベナーリーですよ。まさにハラハラドキドキの展開です。最後まで目が離せません。やめろ、ロングボールやめろ。よし、さあカウンターで、あー試合終了。延長っすかね。あ、延長じゃない、 いきなり PK なんだ。ペナルティ、まあいいでしょう。やや自信がなさそうにも見えます。ああ、読まれた。うっそー。え、入ったの？はぁ？何それ？あ、やばい。ちょっと、マジで？2回ミスっちゃった。ほんと PK 苦手なんですよね。危ない。ミスに負けてるな。ミスも高いですね。なんかすげえ読まれんだけど。多分左でしょ。あ、めっちゃ、下手くそでしょ。お互い、また読まれんのかな。ちょっとやばいんだけど。全然決まってない。おー、これ止めたらかっこいいけど、お前真ん中とかなしだぞ、マジで。あ、外した。サウンです。ちょっとナーバスに見えます。
はい、OK。プレッシャーがかかっているようです。ああ、どっちだろう。そろそろ左だろう。よっしゃ、勝った。なんだこれ。なんだよこれ。なんじゃこれ。ひどい PK 戦でしたけど、まあ、行きました、一応。これだね、最後はしっかり。いいんですけど、これネタ試合だな、完全に。まあ、というわけで、1対1のペナルティが何対何だっけ。とりあえずゴール、振り返りましょう。いや、これ入ると思わなかったな。うまかったな。これは普通にうめえわ。しかし90分ベナーリが追いつくと。足止まってたね、相手。これレジェンドなんですよ、これ。悪いですけど。文句ある方。もうレジェンドですからね。弱いとかなしでお願いしますよ。マジレジェンドなんで、これ。ペナルティ2対1やからね。ペナルティ2対1はひどすぎないか、これ。いやー、レジェンドであの寄せの甘さっていうのはちょっとびっくりしたんですが。あっちはどっちが勝ったのかな？おー、シオン、またか。またシオンと対決です。グループステージでは最終節に戦いましたね。だけど次回はシオン戦やっていこうと思います。よろしくお願いします。今回は終わります。ご視聴ありがとうございました。